今日はちょっと暖かいですかね。なんか今年の冬は寒くて長かったような感じがしますが、まあ、カープが好調なので、もうカープファン辞めるって言ったんですけどね、辞められないですね、これはね、もうしょうがないかなという感じですけど、はい。まあ、広島に春が来たなというね、この後どうなるか分かりませんが、はい。今日はですね、まあ、レントではあるんですけどもね、まあ、3月最後ということで、新卒入の、ね、祝福式をいたしまして、小学校から大学までね、なんか、まあ、教会の子どもたちはね、本当に、まあ、半分はこのような感じでもうずっと見てるので、嬉しいですね。これからね、いろいろ大変だとは思いますけども、まあ、ぜひ皆さんもね、覚えて、祈り続けていただきたいと思いますね。はい。じゃあ窓を閉めてください。はい、ありがとうございます。先週からですね、十字架の予言ということで、お話をしております。今日が2回目でありますけれども、まあ、十字架に、まあ、十字架というかイエス・キリストの受難に関わる予言というのは旧約聖書の中に、たくさんありますけれども、まあ、ここに挙げましたものはその代表的なものでありますね。弟子に裏切られること、銀貨30枚で売られること、そしてそのお金が陶器師に与えられること、弟子が離れていくこと、差し貫かれ打たれ傷を負うこと、神に見捨てられること、衣がくじ引きにされること、あざけられること、乾くこと、人間の罪の身代わりとして死ぬこと、骨は砕かれないこと、突き刺したものを見ること、富む者と共に葬られることなどがあるわけですけれども、この十字架の予言というのは、まあ、旧約聖書の中に、まあ、散りばめられている感じですけれども、まあ、特にですね、取り上げて、おきたいなと思うものを今回4つ挙げて、取り上げてお話をしているわけですけれども、まあ、先週はモーセのですね、まあ、出エジプトの出来事、特にこの杉越の祭りとの地になりました、杉越の出来事、そこに描かれているこの遺言を身代わりにして助かるというですね、この出来事がイエス・キリストの十字架、神の一人子の死によって罪が贖われるということの、まあ、モデルといいますかね、その、まあ、余計という言い方をしますけれども、あらかじめの型と書きますけれども、余計的な出来事であったというお話をいたしました。で、他にですね、この特に十字架の出来事、受難の出来事と、まあ、深くリンクしている箇所が、旧約聖書の中に3つあるんですけれども、1つが今日お話をする詩編の22編、そしてもう1つがイザヤ書の53章、そして、まあ、ゼカリア書ですね、他の書物にもあるんですけれども、特にこの3つはですね、まあ、十字架の予言が非常にこう集中しているところなんですね。で、今日はこの詩編の23編でありますけれども、まあ、詩編の23編というのは、まあ、詩なんですよね、歌なんですけれども、しかし今日今からお話をいたしますが、まあ、イエス・キリストの十字架の出来事と非常に深く関わっております。で、まあ、この22編といえばですね、まあ、皆さんご存知のようにキリストが十字架の上で、まあ、叫ばれた言葉がこの22編の冒頭のところであるということなんですね。ちょっとその箇所をまず読みたいと思いますが、マタイ福音書27章45節から50節ですが、さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時頃イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いてこの人はエリアを呼んでいるというものもいた。
そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかし、イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。この箇所によると、もうイエス様が絶命される直前に、このエリ、エリ、レマ・サバクタニと叫ばれたということがわかるわけですね。まあ、言ってみればこの、最後の叫びと言えるのかもしれませんけれども、でこのエリエリレマサバクタニは先ほど言いましたけれども詩編の22編の冒頭のところなんですね。で、普段はこの詩編22編の冒頭のところしか読まないんですけれども、今日はですね22編全部を読んでみたいと思うんですね。そして全部読むとこの冒頭のところ以外にもイエス・キリストの受難、十字架とを予言している、そのことについて、描いているところがたくさんあるんですね。それに、驚くわけですけれども、詩編22編を読みたいと思います。詩編22編、指揮者によって暁の目近に合わせて賛歌、ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ、救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、とても人とは言えない。人間のクズ、民の恥。私を見る者は皆私をあざ笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。母の胎にある時からあなたは私の神。私を遠く離れないでください。苦難が近づき助けてくれる者はいないのです。お牛が群がって私を囲み、バシャンのお牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなり、牙を向いて私に襲いかかる者がいる。私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外れ、心は胸の中で、あれこれなんだ、ん？老か、あ、ごめんなさい、老、ちょっとなんか字が、あ、老、ごめんなさい、老のように溶ける。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く。あなたは私を塵と死の中に捨てられる。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を、彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。以上が22編ですね。こうしてさらっと読んでみても、あ、十字架のあのシーンと重なるところがあるなとお気づきになると思うんですけれども、冒頭のところですね、エリエリレマサバクタニというのは、これはあの22編のもともとヘブライ語ですけれども、これアラム語に訳されている言葉なんです。イエス様は、アラム語を話しておられましたから、アラム語に、訳された詩編の22編の冒頭のところであります。神が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという。でこの、イエス様の十字架のこの叫び、この言葉の、意義というか意味というか、なぜそのキリストは十字架の上でこの言葉を叫ばれたのかっていうことですね。で、いろいろ
理解、まあ、解釈できると思うんですけども、まあ、これはもう22編とは関係なくこの神に見捨てられようとしているわけですから、あるいは見捨てられたと感じてらっしゃるわけですから、もうその気持ちを素直にエリエリレマサバクタニと呼ばれたんじゃないかというふうにも考えられる。しかし、いやこれはもう22編の冒頭を自分の思いにと重ねてですね、語られたんじゃないかというふうにも考えられるし、まあ、おそらく、まあ、これが一般的な理解だと思いますけれども、さらにこれは22編の冒頭をここで叫ばれたけれども、実はその22編全体を、暗唱というか22編を全てこの含んだというかですね、まあ、もしかするとその全てを数十時間の上で、語ろうとされたのかもしれない、まあ、22編全体をこの代表する形で冒頭の一節を、叫ばれたんじゃないか、まあ、そういうふうに、まあ、これはね、ご本人に聞かなければ分かりませんけれども、まあ、考えることができるわけであります。ただやはりこの先ほど読みましたようにですね、詩編22編との全体と十字架受難のストーリーが非常に類似しているわけですね。で、まあ酷似していると言ってもいいかもしれません。で、この22編は、ダビデの歌ですからね、ダビデの詩ですから、そのダビデの詩が、まあ、どうしてこのキリストの受難とこれまでここまでよく似ているのかということですね。これをどう理解すればいいのかということが今日のまあ最初の疑問なわけですけれども、まあ、似ているところをもう一度おさらいしていきたいと思いますが、まずはやはり冒頭のところですね、まあ、これはもうその通りなんですけど、私の神、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのかと。で、他にもですね、その22編の中には、私の神を昼は呼び求めても答えてくださらないとか、私を遠く離れないでくださいという、これはまあ2回出てくるんですけれども、この神に見捨てられている、まあ、神様を非常にこう遠くに感じている、もう自分は神に見捨てられてしまったんじゃないか、もう自分の祈りや自分の声は神に届かないんじゃないかというような、その思いをですね、何度も22編の中でダビデは口にしております。まあ、この冒頭のところをイエス様が叫ばれて、でマタイもそしてマルコもですね、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという意味であるというこの解説を入れてるんですね。ところどころこのイエス様の言葉をそのまま話された言葉でそのまま語って、その意味あるいはその訳を載せるということを福音書の記者はしておりますけれども、やはりこのエリエリレマサバクタニは強烈だったんだと思うんですね。そしてこれを訳すのではなく、イエス様のその生の言葉で、聞いてほしかったというか、これを残したかったということが福音書記者の意図としてあると思うんです。だからおそらく多くの人たちにこので叫んだと書いてありますから、イエス様の十字架から遠く離れていた弟子の耳にも届いたかもしれないですね。もうおそらくこの十字架の周りにいた人たちの心にはこの言葉はしっかり残ったんじゃないかと思います。まあ、これはその通りのとこですけれども、それから中盤ですけれども、私は虫けら、とても人とは思えない、人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろう、これは詩編の22編のですね、ダビデがそういう状況にあったということです。で、この詩編をいつ作ったのかっていうことは実はよく分かっておりません。ですが、まあ、おそらくはサウルに命を狙われて、何度もこの危ない目に遭ってるわけですけれども、もしかするとアレナのホラー穴の奥で、歌った歌かもしれないですね、なぜ自分はこんな目に遭わなければならないのかと。そして、そのダビデのことを嘲笑っている者たちがいるという
ことで彼はこういう歌を詠んだんじゃないかと思いますが、一方ですね、このイエス様の十字架のあのシーンの中にはマタイの27章ですけれども、同じように祭司長も律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っているのだからっていうところがあるんですね。神に頼ってるなら神に助けてもらえと、まさにこの詩編の22編の主に頼んで救ってもらうがよいと、主が愛しておられるなら助けてくださろうというのと、まあこう酷似してるわけですね。22編はダビデの方にかけられた言葉ですけれども、マタイの方はこれイエス様の十字架に向かって、イエス様を十字架にかけた連中がイエス様をあざけって、お前神の子だと言ってるんだったら、ね、神様助けてもらえじゃいいかじゃない、助けてもらえばいいじゃないかと、ね、そう言ってあざ笑っている、この様子ですね。それから、犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く、骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、というのが、これは詩編22編のところですね。まあダビデがこれはどういう状況にあったのかということは分かりませんけれども、まあ、それに対して、マルコ福音書の15章を見るとですね、まあ、イエス様がこの鞭打たれた後ですね、まあ、この前にイエス様は鞭打たれたという記述があるわけですが、その後で兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりしたと。ローマの兵隊によって、愚弄されている、侮辱されている様子がここで描かれていくわけですけれども、まあ、この22編の、まあ、ダビデの様子と、まあ、直接に、同じということではありませんが、やはりこの同じように、愚弄されているというこの様子ですね。そしてまあこの直前には鞭打たれたという記述もあるわけですけれども、そういうところが似ているということですね。そして最後ですけれども、大牛が群がって私を囲み、バシャンの大牛が私に迫る、餌食を前にした獅子のようになり、牙を向いて私に襲いかかる者がいる、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引くと。これはまたダビデに襲ってきている敵がいるわけですね。この力強い大牛のようにダビデに襲いかかってきて、そして彼の着物をまあ、まるでこの戦利品のように奪ってくじを引くと、そういう記述がある。そして一方で受難のストーリーの中にはご存知のように、兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け各自に一つずつ渡るようにした、下着も取ってみたがそれには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった、そこでこれは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。これヨハネ福音書ですけれども、イエス様の下着がくじ引きにされているとですね、この出来事ですね。まあ、そうしてみると詩編22編全体がまさにこのイエス・キリストの受難の全体を描いていると言えると思うんですね。本当にこれは不思議なことだと思います。でなぜこのこれ歌ですからね、歌の通りのことが起こったのかということが、当然疑問に思うところですよね。その、まあ、例えば来週お話をするイザヤ書であれば、それは預言書ですから、もうそもそもこの神様が預言者を通して、まあ、未来のことを語っていらっしゃるということで、まあ、それももちろん不思議なことではありますけれども、でもそれは預言として語られていること、ゼカリア書もそうだし、エレミア書もそうだし、でもこれ歌なんですよね。ダビデがこの敵に囲まれて、そして、
まあ、絶対絶命のピンチに追い詰められ、祈っても叫んでも助けが来ない、その状況の中で歌った歌が、イエス様の十字架の姿と似ているという。でこれ冒頭のところにですね、指揮者によって暁の目近に合わせて賛歌ダビデの詩って書いてあるんですね。まあ、暁の目近っていう、まあ、メロディーだと思いますけども、節でしょうかね、それに合わせて、歌う歌ですと。なんか内容とこの暁の目近っていうのがちょっとなんかねピンとこない感じですけれども、まあでもまあ、22編を全体を読んでいくと、もちろんその叫びと同時に22編の中にはダビデがこう見ようとしている希望も描かれていくんですね。幼い時から私は神に導かれてきたっていうことであったり、あるいはイスラエルの賛美を神を住まいとされるということであったりですね、そうやってこう苦しみ叫びつつも希望を見出すっていう姿がこう選ばれていく、まあ、描かれていく、まあ、まさにこれは歌なんですけれども、でもこの歌である詩編の22編を通して神様が十字架の姿を描かせている。だから神様があえてね、そのダビデの言葉を用いてとか、ダビデの口を用いて、予言させたのか。でもダビデは予言者じゃありませんからね、まあ、予言者のような人ではありましたけども、でもことさらにこれは予言として語った歌ではない。では、なぜこの22編がその通りに、ほぼその通りにイエス様の十字架の中にというか、十字架の出来事の中に起こったのかということですけれども、これは私の理解ですけれども、私はこれはダビデの、まあ、歌といってもこれ祈りですよね。この祈りの答えとして起こった、十字架の出来事が起こったんじゃないかというふうに理解しています。まあ、ある人はですね、まあ、ダビデは、楽器を持って歌うと、で、預言者たちも楽器を持って預言したんじゃないか、だからダビデも預言者なんじゃ、だからこういうことになったんだという人もいますが、おそらくそうではない、むしろですね、このダビデの、まあ、悲痛なですね、ダビデのたくさんの賛歌、たくさんの歌の中でも22編は最も苦しい中で歌った歌と思われますけれども、この神様は当然ダビデの祈りを聞いていらっしゃるわけですね、まあ、22編を聞いているというよりも、ダビデが本当にもう死の淵にいる中での叫びを聞いていらっしゃるわけです。でその祈りに対する答えとしてですね、神様はこのダビデの苦しみを知っておられる、無視しておられるわけではないということを実際に証明するというか、示すためにですね、ダビデ以上の苦しみを味わうことで、その祈りに耳を傾けていますよと、あなたの祈りは無視していないよと、私は決して遠くにいるわけじゃないと、私はあなたの祈りを聞いてるんだということをですね、この十字架の出来事の中に集約されたんだと思います。でもダビデは神に見捨てられてないんですよね。ダビデは見捨てられなかった。あれだけ大きな罪を犯した人ですけれども、主はダビデを見捨てにならなかった。でもイエス・キリストは見捨てられたんです。だからダビデの味わった苦しみよりも、いや、人間は決して味わうことのない苦しみをイエス様は十字架の上で味わってくださった。神様から見捨てられたのは神の子だけなんですね。このエリエリのサバクタニを叫ばれる前に3時間、全地が暗くなったと書いてあるんですね。12時から3時まで、この3時間は神の沈黙と言われてるんですね。神が全く
何もしなかった。あえて十字架上のイエス様、神の独り子ではありますけれども、この断末魔の苦しみの中で祈り続けられたでしょう。しかし神は何もしなかった。そして最後にエリエリレマサバクタニと叫ばれるわけですね。でもキリストはじゃあ何のために神に見捨てられたのか。それは私たち全人類の罪を背負われたからです。イエス・キリストだけが純粋にその罪を背負われたので、神はキリストを見捨てられたんです。私たちが神に見捨てられないためにです。彼がイエス・キリストが十字架の上で見捨てられてくださったから、私たちは見捨てられないんです。イエス・キリストの十字架があったから、ダビデも見捨てられなかったし、そして私たちも見捨てられないんです。でもそれだけじゃない。ダビデがお前は主を信じると言っているのになら主が助けてくれるだろうと愚弄された、預けられた。神様そう言って私は預けられていますと言って祈ったわけですね。主はそれを聞いておられて、あなたのその痛みはわかるよと、あなたのその預けられたその悔しさはわかるよと、そしてご自分の一人子にも同じ苦しみを味わわせられた。ローマの兵隊に預けられ、恥ずかしめられた、そして衣をくじ引きにされる、あの姿、あの詩編の22編にダビデが描いたその通りですよね。ダビデが経験したから。でも神様はそれを忘れていない。私はそれを無視していない、遠く離れていない、それを分かってる。それをイエス様の十字架のそのシーンにそのまま再現して、私はあなたの苦しみを無視していないよというメッセージを私たちに与えてくださったんだろうと思います。だからこの22編の通り起こったのはですね、これは私の結論としては、それはダビデの祈りの答えなんだと思うんですよ、ね、ダビデの叫びの答えとして、私はあなたの叫びを聞いているよと、無視していないよということの答えとして、その通りのことが起こったんだろうと思います。そして先ほども言いましたけれども、イエス・キリストは私たち人間が神に見捨てられていないことを身をもって示すために、自らは神に見捨てられたということ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで、そして罪の塊となって、その直後に絶命される。でも私たちはそのキリストの十字架のゆえに、いやキリストが神に見捨てられたがゆえに、私たちは神に見捨てられずに済んでいるわけですね。もしあの十字架がなければ、私たちは同じように神に見捨てられる、同じようにあの十字架で神の沈黙を受けなければならなかったということですね。そしてもう一つ忘れちゃいけないことは何かというとですね、ここで苦しんでるのはイエス・キリストだけではないんです。イエス・キリストご自身あざけられ、痛み、愚弄され、もてあそばれて絶命されるわけですが、その姿を見てる方がいるんですね。それは父なる神です。その我が子があざけられ、愚弄され、そして苦しんで最後神に見捨てられる姿を父なる神は見殺しにしてらっしゃるわけですね。そのこともまた私たちに対する神様からのメッセージだと思います。私はあなたたちが味わっている苦しみを無視していないよと、知っているよと、分かっているよと。
そういう意味でこのエリエリレマサバクタニ、詩編の22編の成就としてこの出来事が起こるわけですけれども、このことは神が共に苦しまれる神であるということを私たちに語っているのではないかと思います。人間が苦しんでいることを神は知ってらっしゃいます。それはさまざまな痛みがあり苦しみがあるということを神はご存知です。何一つ無視されていない。今も世界の各地で理不尽なことが起こり、おそらく数えきれないほどの人たちが神に叫んでますよ。間違いなくね、神様助けてください、どうして助けてくださらないのですかと、なぜ私をお見捨てになったのですかと世界中の人が叫んでると思います。その祈りは神のもとに届いている。いや、神はその祈りの声に傷んでらっしゃる。でもそれを無視してはいない、黙ってはいない。その答えが十字架にあるという。私はあなたの叫びを聞いている、私もあなたと共に苦しむよと。さっすぐに助けようとか何とかしてやろうではないんですね。いや、むしろ私はあなたと共に苦しむ神だよというのが十字架のメッセージだろうと思います。共に苦しまれる神、神の一人子だけが神に見捨てられ、そして私たちは神に見捨てられることなく今も神の神と共にあることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の下の神様、ダビデが叫んだ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと。しかしあなたはダビデをお見捨てにはなりませんでした。いや、むしろ彼がどれほど大きな罪を犯しても彼を助け、生涯彼と共にあった。そして彼の痛みも辛さも苦しみも誰よりも知っておられ、また痛んでおられた。そのことを我が一人子の十字架のその場面に再現されて、あなたが確かに私たちの叫びを聞いておられるということを明らかにしてくださったことを感謝いたします。いかなる小さな叫びも祈りもあなたのもとを素通りしておりません。あなたはそれをつぶさに聞き、また激しく痛み悲しんでおられる。人間の苦しみのその根源は人間の罪であります。しかしあなたは人を責めず、ご自分の一人子をその罪の塊として裁くことによって人を許してくださいました。感謝をいたします。私たちは今十字架の影の中にあって、あなたが共に傷んでくださる神であるということを知り、その憐れみの中にあることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。